ハロー皆さんこんにちは、ドゥちゃんです。ドゥです。今日も動画を見てくれてありがとうございます。今天的影片呢是日文教学影片。在现在这个时代呢，我们常常都要用这种智慧型手机。这种关于智慧型手机的单字，不知道大家有没有在课堂上面学过。那今天在这个影片，我们两个就会介绍一些比较常用的单字给大家，然后再做一些例句给大家听，希望大家都可以常常利用这些单字。那我们就开始吧。是吧，首先呢是关于手机，智慧型手机叫做 smaho。 smaho 收讯不好的日文叫做 denba ga wadui。 denba ga wadui手机没有讯号是電波がない。電波がない。圏外になるとか言う。あ、圏外になるも言うの？うん、じゃあ圏外になるでも使います。全く電波がない時に圏外だとか言う。あー、那手机没电了的日文叫做スマホの充電が切れた。スマホの充電が切れた。接下来是手机屏幕破掉的是スマホの画面が割れた。スマホの画面が割れた。スマホの画面割れてる女子は部屋が汚いです。なんか在ネットでネットで見てます。テレビで見たね。文中言ってることじゃないね。那套上手机壳呢是スマホにケースをつける。スマホにケースをつける。这个也是很常用的。记得套上手机套是つける这个动词。取るときは外す。あ、外すで言うんだ。スマホのケースを外す。スマホのケースを外す。还有一个是最近很常用到的单字，就是边走边玩手机，叫做歩きスマホをする。哦。歩きスマホをする。危ないね。これなんか電車でもよくそういうポスターとか入ってるから。歩きスマホはやめましょうみたいなね。そうそうそう。皆さんも歩きスマホは絶対にやめてくださいね。危ないですか。还有一个是大家在坐日本电车的时候，应该很常会看到的，叫做マナモードにする。マナモードにする。请把你的手机设为静音模式。iPhone だったらここですね。こうカチッとするとマナーモードになります。これみんなしてるよ。那如果呢是一直这样子玩手机的话，可以叫做スマホをいじる。スマホをいじる。俺のイメージだとなんかスマホをいじるってあんまり良くないイメージの時に使う。ああ、そうなんだ。俺のイメージはね、うん、スマホを触ってるとか、うん、それだったらまだ俺の中ではいい表現かな。これまた新しい知識が増えました。スマホをいじる比較像是这样子用点手机的。那如果是这样子滑手机的话呢，叫做スマホをスクロールする。スマホをスクロールする。那如果是设定手机的闹钟的话呢，是スマホのアラームを設定する。スマホのアラームを設定する。アラーム是闹钟的意思，这个也蛮常用到的。那接下来跟大家介绍几个关于手机 APP 的。如果是下载手机 APP 的话，叫做アプリをダウンロードする。アプリをダウンロードする。更新 APP 叫做アプリをアップデートする。アプリをアップデートする。アップデート就是英文的 update 的意思。删除 APP 的话就叫做アプリを削除する。アプリを削除する。如果是用 APP 编辑照片的话，就叫做アプリで写真を加工する。アプリで写真を加工する。いや、ルーちゃんめっちゃ使ってますね。いいよ、私全然隠してないから使ってますよ。まあ世の中の女の子はみんなしてますからね。ね、最近はよく使うのはソダでいうアプリですね。なんかその友達がおすすめしてくれて使ってみて、あ、いや、めちゃくちゃ使いやすいなと思って。みんな美男美女になれます。那我是照片打马赛克，日文叫做写真にモザイクを入れる。写真にモザイクを入れる。か、大人数写ってる時とかね。あんま写しちゃいけない人とか。あ、そうだね。入れた方がいいね。通行人とか、さらに日本でね。ね。接下来是LINE篇。今日LINE讲电话是LINEで通話する。LINEで通話する。LINEでビデオ通話するとかね。あ、視訊電話。視訊電話就是ビデオ通話ね。嗯。用LINE传讯息的话就是LINEでメッセージを送る。LINE でメッセージを送る。建LINE的群组的话就是LINEのグループを作る。LINEのグループを作る。グループの作り方がちょっとわかんないですけどね、自分は。文旦はちょっとあまりそういう SNS とかあまり慣れてないんだよね。そう。あ、LINEは使ってたけど、インスタとかはルーちゃんに教えてもらった。うん。文旦はストーリーもなんか、そう、最近ね、やっと。載せ方分かったけどもう忘れた。文章就是这样子，都不会感觉很可爱。那接下来是介绍 YouTube 会用到的词 ，YouTube 叫做 YouTube， YouTube。那如果是 YouTuber 的话呢，叫做 YouTuber， YouTuber。那如果是要看 YouTube 的影片，播放 YouTube 的影片的话，就叫做 YouTube 動画を再生する。YouTube 動画を再生する。订阅 YouTube 频道的话，就是 YouTube チャンネルを登録する。YouTube チャンネルを登録する。按赞的话呢，就是いいねを押す。
いいねを押す。然后日本的 YouTuber 他们还很常讲的是高評価，他们也会说高評価を押す。高評価を押す。どっちでも使います。同じ意味だね。接下来跟拍照有关，如果是要打开闪光灯的话，叫做 flash をたく。flash をたく。たくっていう動詞を使うんでね。フラッシュを使うも言うけど、まあよく使うのはフラッシュをたくかな。あんまり知らなかったんですよ、私は。本当勉強になりました。那接下来就是跟 Facebook 比较有关的单词，例如说要标记朋友的话，叫做友達にタグをつける。友達にタグをつける。如果是要传送交友邀请的话呢，就是友達申請をする。友達申請をする。接受交友邀请的话叫做友達申請を受け入れる。友達申請を受け入れる。那跟答应相反，拒绝的话呢，叫做友達申請を拒否する。友達申請を拒否する。悲しいね。なんか LINE だとブロックするとかあるよね。そうだね。次行きます。封锁好友的话叫做友達をブロックする。言っちゃったね。友達をブロックする。そうだね。那如果是删除好友的话叫做友達を削除する。友達を削除する。どんどん。悲しくなってきたね。然后再跟大家说几个，就是我觉得也很常用到的，例如已读就是既読。已读是既読。那我没有读的话叫做未読。未読。那我是已读不回呢，叫做既読する。既読する。既読する、既読する、既読する、既読する。好，那以上的单词呢，就是我们教给大家的单词，那大家都可以用看。那接下来呢，我们造了三个例句，就是三个对话情境给大家看，请看例句。なんかフラッシュたくの忘れて、写真が暗いんだよね。あ、マジ？俺いい写真加工アプリダウンロードしてるよ。使ってみる？どうした？最近ラインアプリの調子が悪いんだよね。え、なんで？わかんない。アップデートしてみたら。スマホばかりいじんないでよ。今友達に LINE 送ってるの。好，那以上三个例子呢，就是我们利用今天教大家的单字所组成的日本人很常用的句子，希望可以帮上大家的忙，大家也可以多多跟日本朋友使用哦。好，那我们下次再见，下次影片再见，拜拜。拜拜。如果你喜欢这个影片的话呢，不要忘记订阅我们的频道，开启铃铛，接收最新的通知。然后呢，也可以 follow 我们两个 Instagram 账号在这里。砰砰。那以后我跟文丹也会在频道拍很多日本生活跟日本有关的资讯，那就请大家下次再来看，拜拜。拜拜。下次再见，拜拜。拜拜。チャンネル登録以外のおすすめの動画はこちらです。